平野の仕様、元関係者が語るボイメン脱退劇との類似点。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年の5月22日にキングプリンス以下、キンプリ、脱退、そしてジャニーズ事務所を退社することが決まっている平野の仕様。 2022年11月にリリースした金プリ11枚目のシングル、月読み、彩りはミリオンを達成し、個人でも2022年秋ドラマ、黒詐欺 TBSK での演技が評価され、第26回日刊スポーツドラマグランプリ GP の主演団優勝に輝いた。 CM やバラエティ番組にも引っ張りだこで、これまで順調にキャリアを築いてきたように見えるが、2019年にこの世を去ったジャニー北川さんとの夢だった海外進出は今はまだ叶わず、それが脱退決意に至る要因だったと言われている。キンプリのデビュー当時はこれぞジャニーズといった正当派キラキラ路線だったが、 最近ではヒッツホップ要素の強い踊れるドープな曲や英語の歌詞だったり国外展開も意識したかっこいい系にシフトしている様子だった。夢の実現に向け前に進んでいたと思っていたが日本で多忙になればなるほど皮肉にも海外進出のタイミングが遠のいていくというフラストレーションが溜まっていたのだろう。 海外でも活躍している有名なダンサーさんに振り付けを依頼することを提案したのは平野くんだそうですよ。小さいことからダンスを習っていて、プロに聞いても平野くんはかなり上手いともっぱら。エンターテイメントの本場へ行きたくなるのは自然ですよね。さらに平野くんの憧れの人である山下智久くんも海外志向ですから刺激を受けているでしょう。 ジャニーズを辞めた後、BTS を有する韓国のエンターテイメント企業ハイブアップの移籍説も根強いですが、まだ英語を勉強中ですから、現実的には、ひとまず語学留学なんかするんではないでしょうか。芸能リポーター。今年1月9日には、同じく元ジャニーズの筆頭になったタッキーこと滝沢秀明が、無限の可能性を信じて動くかから、 と、なんだか匂わせツイートをして、平野も合流するのではないかと、ファンは右往左往、芸能マスコミ周辺もざわつき出している。タッキーも、ジャニーさんの DNA を受け継ぎ、海外でのジャニーズ発展に尽力していたため、あり得る話。何にせよ人気絶頂の中、あまりに急な脱退発表となった、ためその後の動向に興味が集中するのは、 当然やはり鍵となるのは活躍の場を世界へ広げたいという平野のブレない軸。こうした中で、あの時のことが思い出される、と語るのは、平野がかつて地元愛知県で芸能活動していた際に所属していた事務所の関係者だ。平野は関西ジャニーズ JR になる前、東海地方のご当地イケメン集団ボイズワンドメン、通称、ボイメンのメンバーだったと知られている。 ボイメンは若手のボーイズグループとお兄さんの面に分けられていて私が関わっていた当時は平野くんは中学生でボーイズの方でした。地方とはいえ都市圏のアイドルグループの中にあっても突出したイケメンでしたが、当時は福沢優くんがトップ人気だったのでナンバー2といったところ、中学生の頃はまだ背も低く、それほど前に出る子じゃありませんでしたね。 ダンスはやっぱり抜群に上手くて、芝居はそれなりでしたが、主役を張るほどではありませんでした。ただ、やっぱり当時から一人だけ異質でしたよ。今思えば、全国区につながる人はこのくらいの年齢から光っているんだなって思います。当然関係者。現在バラエティ番組などで見せている天然のバカ系なキャラと、ストイックさはその時から顕著だったそう。 ボイメンとして活動していたことを平野は公言していないが、そこにも彼なりの流儀があるのかもしれない。その頃から意志は強くて普段は割とふわふわしてるのにこうと決めたら進んでいくというのは感じ取れました。当時、福沢くんがおしゃべりがうまく、みんなをまとめることができるので、リーダー的に矢面に立って意見を言うタイプ。平野くんは、はい、はい、って素直に聞いてるけど、 最終的には必ず自分の意見を通す子でした。他の子たちと同様に普通の子供みたいにはしゃぐけど、どこか距離があるというか俯瞰で見てる感じでしたね。同然関係者。今でこそボイメンも全国区の人気になり、一時はジャニーズの脅威と囁かれていたこともあった。しかしグループが指導した2010年頃は、まだ駆け出しでメンバーの入れ替わりも激しかったため、 平野も一年ほどしか在籍していなかったようだ。ライブやイベント、ミュージカルなどに挑戦していたが、観客が10人、むしろ出ている演者の方が多いといった状態もあり、メンバーに関してはそこまで情熱を持って取り組んでいる人も少なかったそう。平野くんがボイメンを辞める時も突然でした。ちょうどグループが名古屋で認知され始めたくらいの時期だったため、 不安定なあの場がもどかしかったのかもしれません。ただ当時の事務所は全体的に春季の子たちがすることだからって引き止めなかったんです。私は絶対逃しちゃいけないと思って直接辞めるなって平野くんに電話したんですがその時にのらりくらり返答する感じでこりゃ説得は無理だって感じました。この子は揺るがないなって 関西ジャニーズ JR から東京駅番を移した際も、もう関西に戻ることはない覚悟だったと聞きました。今回のジャニーズの脱退を見ても、もちろん内部ではごたごたがあるのかもしれないですが、本人的にもジャニーズはステップの一つで、やっぱり次を見ていて、意志も固いんだと思いますよ。当然関係者。ちなみに、同じく所属していたとされる赤添 A2 については、 関素くんはボイメンの中でも彼らが所属していたのとは別の事務所だったのでそこまで他の子と交流がなかった印象です。そして平野くん以上に全く喋らない子でした。正直、数年後にドラマなどで活躍してる姿を見ても彼だと気がつかなかったほどです。金プリの爆発的人気を引率した平野だが、 その強い信念を貫き通し、夢の続きを見せてくれることだろう。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。